え、どうだろう、前半の瀬取りで、あれ、リコリ的には何がハマりました？でも、やっぱタイ嬉しい。あー、そうね。そう、まあ全体的に前半は全部アゲだけど、もうタイこそじゃない？爆発だね。確かに。もうそれがもう組まれてるな。あ、もうさすがヤンケーと思って大好きやってなった。そう、タイは結構ライブ行ったことある方は分かると思うんだけど、もうすごいライブ映えする曲というかね、ジャンプするんですけど、あのタイ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 っていうところとかで、もう分かんなくてもいけるしね。そうだね、ノリで。そうだから、あれあれこそ何も考えなくて脳死でさ、聞ける。いや、ほんともう歌ってないもん。最も暴れるとこ歌ってないもん。そうそうなんだよね。で、私だからさ、まあ、多分皆さんも思ったと思うんだけど、タイの後のノータイトルってと思って、マジと思って、ノータイトルはね、割とアンコールに持ってきがちな曲として多分皆さん認識されてるんじゃないかと思うんだけど、こんな序盤で、しかもさ、その後十中八九だからね。どんな挟み方と思って結構びっくりしたけど、いや、もうノータイトルはもうえぐいでしょ。えぐいよ、もういろんなこと思い出さない。そうなんかね、濃すぎてちょっとはーってなったね。なんかやっぱ久々にさ、そのこう頭の上でさ、この、サビのところでその手を振る振りをレオルと一緒にこう、対面した状態でその振りが一緒にできたっていう、なんかコロナでいろいろできなかったのを超えて、やっとなんかライブできてるんだなっていうのが感じられて、すごい結構なんか感慨深かったなっていうのはあるな。そうね、だし、なんか私的にはこんな序盤に来るから、なんだろう、ノータイトルって結構やっぱ終盤に来るから、これを聞いたらもうこの時間が終わっちゃうっていう認識なのね。わかるわかるわかる。でもまだあるやんみたいな。この終わりの定番曲みたいなのがこのタイミングで来るから、まだまだあると思って、なんかそういう曲の使い方っていうか、あ、いや、ちょっと嬉しかった。そう、まだ終わんないやと思って。そうなんじゃない。そのレオル側の、このセトリのノータイトルの入れ方ってそうなんじゃない？めっちゃ序盤にさ、そのノータイトル入れて、もうこの終わり曲、終わり曲じゃないけど、終わりそうなあのイメージのある曲だけど、いやいや、まだ序盤だからな、お前らみたいな、っていう意味でこうまた上げ、こう一段ねぶち上がるみたいなきっかけになる曲だったのかな。なるほどね、面白いな。あと5番さ、私これなんて曲名の読み方が分からんじゃけど、あ、ND60 です。 ND60、 そう、これの振り付けが可愛くて好き。もう私さ、マジでさ、今回さ、リコリと喋る、収録するっていうのは、もう実はこのライブ前にね、お話もらってて、だから比較的目に焼き付けようと思ってライブに臨んだはずだったのよ、私は。やばいぐらい記憶飛んでてさ。もうね、振りとかがさ、いやいや、振りをして、してたとか、もちろんレオルのことは私の、目は捉えてる、見えてはいるんだけど。何の曲で何をやってたかっていうのがさ、マジでさ、飛んでんのよね。で、なんかもう、いや、なるよね。いや、なっちゃうよ。だから、ね、私も、2箇所行ったから、あ、そっか、そういえばそうやったみたいのがちょっとつくだけであって、はいはい、もう1個だけやったら、あ、楽しかった、あ、もう好きって終わってしまう。なんか自分の記憶がもう本当に悔しいぐらいね。いや、ほんま今それなんよ、だから。そうそう、だけんこそこのチャコピとの話し合いが、話し合いっていうか、この今の時間がマジで重要で、やっぱ自分以外の人の意見を聞くことによって、そうだったよねって記憶の再定着ができる。なるほど。そんな勉強みたいな。本当にありがたいの。